皆様こんにちは。未包装品コンベアラインパート2として冷凍ハンバーグラインの後半の流れをご紹介します。さて、シュートの下で待ち受けるのが傾斜コンベア JHW です。ベルトについた横さんとベルトの両サイドに取り付けた波型さんでハンバーグを落下させずに確実に上昇させます。最大60度の急傾斜搬送も可能です。ラインのエンド部にはホッパーがあり、冷凍ハンバーグが待ち受けるコンテナに落下していきます。段積みされたコンテナはアンスタッカーが1段ずつ切り出していきます。切り出されたコンテナはホッパーから排出される冷凍ハンバーグを受け取ります。そしてコンテナを90度に方向転換させるのが高速転換機です。搬送レベルを変えないフラット転換機構を採用していますので、衝撃のないソフトな搬送が特徴です。コンテナは最後スタッカーで段積みされます。アンスタッカーと逆の動きで正確にコンテナを積み上げていきます。1時間に最大380ケースを段積みすることができます。